ゆうさんおはようございます。今日からまあ YouTube で一緒にやっていくっていうことで、うん、はいはい、ぜひよろしくお願いします。まあ、いろんな目線でね、チームを見たり、いろんな人の話したり、まあ、このクラブのいいとこ悪いとこをね、オープンに発信できるように、だからチームが良くなるためにね、いろんな発信できればいいと思ってます。チームは今年からサガミスタ倍増計画っていうのを掲げてやるみたいなんですけど、しげさんから見てすごい、すっごい早速なんですけど、やっぱこのサガミスタ、サポーターを増やすのに一番大事なことってやっぱ何ですか？やっぱりサポーターが本当に SC 相模原を好きになること、好きになってもらうこと、そのためにクラブが何をするか、まあ、そこの本当にこう信頼関係というか、そういうものをどんどん作り上げていく、積み上げていくってことが大事だと思うし、そもそも相模スタって俺が作ったからねそうなんですね。そう、まあ、サポーターのことを相模スタっていう風にしようっていうところでスタートして、で本当にね、15年前ぐらいはゼロだったわけだから、それが今スタジアムでね、本当に多くのサポーターがこの試合を見に来てくれている現状、それともう少しやっぱそれより多く、もっともっと相模原を知ってもらうことだったり、 SC 相模原を好きになってもらう人を一人でも多く増やそうっていう話でしょ。とにかく市民の人だったり、いろんな人が SC 相模原に関わってね、興味を持ってもらえるといいですね。はい、いや今日はじゃあそのオープンにしていくってことの多分第一弾として、いやこのここに来ましたね、スポレクですね。これも、うん、ここ練習、まあ一番メインとしている練習会場ですよね。はい、うん、いや今日はこの後練習があるってことで、うん、ぜひしげさんと一緒に見に行きながら、ぜひ今年の展望見に行きたいです ね。あとチームがね、どういう状況なのか、はい、うん、雰囲気も含めてね、見たいね。ぜひ見に行きましょう。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速いるじゃないですか、スポーツディレクター平野さんが。いや、こんにちは。いや、ちょっとあのチームの状況見に来て、はい、来たんだけど、どうですか？はい、いやいや、もう仕上がりはあのかなりいい感じで、いいらしいです。はい、まあ、プレシーズンうまくこう、はい、コンディションも含めて、怪我人も協力するのがいいですよ。期待できますね。期待できますね。まあ去年の終わりから平野はそのスポーツディレクターとして相模原に関わって、まあ、仕事をしているんだけど、本当にやっぱりこう、プロでやってた経験があるから、すごくクラブもうまく回ってるというか、循環してる感じはあるよね。で、成績が悪かったら彼が責任取って辞めるっていう、そういう世界だから。なんすかこれ、持ち上げて下げるいやいや、もう本当に。でもね、今年取ったその、まあ、外国人選手も日本人選手も本当にいい選手補強したなっていうのは僕自身も感じるし、まあ、それが本当にミックスしてこうチームの底上げというか、うん、去年とは違うぞっていうところをね、もうサポーターの人たちにも発信できてると思うし、サポーターの人たちも期待してると思うから、うん、あとは結果だよね、うん、いや今も一体感持ってる、一体感持ってやってる、はい、やってますね、うん、お前が出た方がいいんじゃねえの、ね、お前が出た方が現役復帰して、絶対無理でしょそれはぜひ今のこのチームの、はい、ぜひ見てほしいポイントみたいな。あ、いいね。一番は、まあ、昨年の、まあ、在籍していた選手プラスアルファ、その新加入選手たちの、まあ、融合というか、もうこれが、まあ、どこまで、まあ、今シーズンいい影響を与えるかというのが一つのポイントだと思うので、まずそこは今監督にいろいろそこをしっかりこう馴染ませてという、まあ、一つのチームにしてもらっている最中なので、まあ、初めはなかなかこうもしかしたら期待通りに、ね、いかない可能性もありますけれども、まあ、これチームって生き物なので、まあ、徐々にこう日を重ねていけばきっとこう勝ち点を取れるようなチームになっていけるんじゃないかなってい こう、まあ、自分自身も期待も含めて、まあ、そのあたりをとにかくこのチームの一体感を見てほしいなと思いますけどね。勝ち点を取るんじゃなくて昇格でしょ。
ね、いやもちろんもちろん、昇格するためにもちろんです。でもその勝ち点優勝するために勝ち点をやっぱり取らないとそこにはたどり着かないんで、まあ、でも長いしな、ま、長いですよ、長いし、なんでこうまずは目の前の、うん、はい、一試合一試合を大事にしていきたいな、終わりよければっていうところではな、そうですね、うん、はい、それはあると思います。やっぱキャンプの時ってすんごいきついんですよ、トレーニングが。本当に一番1年で嫌な時期、でもやらないと1年のこの体力というかコンディションっていうのは保てないんで、うん、まあ、そういう意味で今の今年結構追い込んでます、ね、うん、あ、キャンプでも結構追い込んでます、ね、怪我人も結構いないもんね、はい、やっぱうまくコンディションが作れてる、うん、まあ、はい、うん、まあ、監督あとはそのコンディショニングコーチもう相当密に話しながら、うん、丁寧にこうやってきてもらってるので、まあ、そういうところではありがたいですけど、うん、トレーナー含めて結構そういう意味ではスタッフの方々が、うん、すごくみんなあの持ち屋持ち屋でやってくれてるから。注目選手は、いやもう全員ですね。何そのなんか抽象的な全員って、全員見てもらいたいですけども、うん、まあ例えば昨年から、うん、まあ、いる選手、例えばセルマ選手とか岩上選手とか、うんうん、まずこうチームを引っ張る存在、ベテランで、はい、経験のある選手で、引っ張る存在が今年もあの在籍しているので、まあ、そこは安定した、ね、うん、戦いというところが大事ですし、あとはもちろん新加入の選手、高野選手であったり長谷川選手、高木選手、まあ、実績ある、実績ある、ね、あ、 J リーグでね、ましたし、でもよく J3 に来たよな。本当です、うん、彼らがここを選んでくれたっていうのは、それはありますね、うん、はい、まだね、ブラジル人選手、うん、まあ、あとはコンディションとの、ね、兼ね合いで、まあ、もう少しというところもありますけども、まあ、でもすごく、まずね、ブラジル人の選手が日本に来て成功するためにやることって、もう本当に今いる日本人の選手とのコミュニケーションと、あと早く片言でもいいんだけど日本語をどんどん覚えてくるとコミュニケーション取れるから、それでやっぱ馴染んで日本人も受け入れるし、彼らも積極的に馴染もうとするとすごくいい空気感が、うん、できる。いや、うん、そう、でもそういう意味ではすごく積極的にこの慣れよう慣れようとしてるよ。いや、それはめちゃくちゃある。特にパブリッシュ、うん、まあ、経験のある選手は、うん、やっぱりこうなんすか、やっぱプロフェッショナルとしてのすごくこう振る舞いとか言動っていうのがあるので、そこはすごく僕らにとってはありがたいというか。でサガミスタの人に見てもらいたいんだけど、ファブリシオの体はちょっとやばいですよ。J3 では反則ですね。ぜひ見てくださいというスタジアムに来て、うん、西田君、西田君社長、今年ってさ、あのハイタッチって復活させたの、試合後のさせようと思ってる、はい、いや今ファブリショの話になって、いや嫌なんですか、違う違う、あの腕が太いじゃん。だからハイタッチした時に相当強いぞっていうことをサガミスタの人にまず情報として出さなきゃいけない。そうですね、準備した方がいいですよね、はい、まあ、紹介します、あの C サガミ社長の西田です、よろしくお願いします。今年2年目だね。はい、どうでした、去年は。いやこれはね、やってみないと分かんないしんどさですよ、ね、しんどかった、はい、ほとんどしんどい。まあ、その中でもやっぱり勝ったらね、みんな喜んでくれてすごい嬉しいですけどね。スタジアムのところなんかどうだった、はい、そのまあサポーターに喜んでもらえる空間とか、うん、多分まあ俺がやってた時には去年ほどいろんなことイベントだったりなんだかって打てなかったんだけど、結構やったじゃん去年。そうですね、サポーターの人たちに、ね、来てもらうために、はい、うん、もうちょっといろいろ変えて、もっともっとやっぱり人と人とこうクラブもそうですけど、うん、距離感をもっとこう近づいて楽しんでもらえるように、うん、触れ合ってもらえるのがやっぱり大事だなと思って、それは増やしましたよね。クラブとしてサガミスタにの人たちに、はい、まあ、期待すること、あ、うん、やっぱ一緒にこう成長していける醍醐味があるからこその魅力なのかなと思うんで、うん、そういう意味ではもうたくさんの人に声かけてほしいですし、一緒にいろんな企画もこれからあの練っていきたいと思いますけど、なんか一緒に考え、まあ、いろんなこと言ってほしいよね。そうです、そうです、もう形にして、そういろんな、ね、こと失敗してもいいんで、うん、はい、オンライン配信とかも始めます。あ、やります、やります。もうやっぱね、なんかいろいろ自分でゴモゴモ思っててもしゃあないので、もうやっぱ共有して
あのいろんなフィードバックもらって、一緒にそれこそさっき言ったように作り上げていくって方が大事だと思いますし、でどうせやるならね、他のところでやってないようなこともどんどんやっぱりチャレンジしたいですし、どんどん意見を言ってほしいよね、はい、ファンサポーターの方に相模スタにね、そうです、一緒にこうなんかうまくいく時もいかない時も取り組めてることを感じられるのが一番なんで、あと俺個人的にはまあ負けた時にもう少しまあ、相模スターの方に厳しい言葉を言ってもらいたいっていう、はい、やっぱ優しいんだよね。僕がやってた時も本当に負けてもすごくもちろんありがたいことなんだけど、やっぱりプロとしてね、負けたら批判されるし勝ったら称賛される、やっぱそれでやっぱ選手って、まあ、クラブも成長してくから、うん、そこの厳しい目とか厳しいコメントもやっぱ時にはやっぱね必要になってくると思うんで、そういったところをどんどん出してほしいなっていう個人的には、うん、俺は受けないよ俺は受けないけど、これ配信に向かっていくから、社長が受けると思うんだけど、まあ、でもあれかなと思いますけどね、なんか多分それも分かってていろんなことをきっと相模さんたちもやって、うん、で今の形にたどり着いたのかなと思うし、なんかすごくそのポリシーを僕は大好きなんですよね。なんかその苦しい時だからこそ励まして攻撃的には決してならずに一緒に戦うんだっていう風に言ってくれたりとかしてるのは、かえって逆にこうもっと頑張んなきゃっていう気持ちにさせてくれる感じはあるんですけど、もっと頑張んなきゃっていう部分だったり、もう逆はやっぱ甘えてんなっていう、まあ、かもしれないですけどね、うん、でももう本当先ほど言ったようにどんどん意見をねクラブに言ってほしいよね、そうですね、うん、で一緒に作っていくっていう形がねできれば一番相模原として理想としている形だと思うんで、声を上げるとね、うん、やっぱその人にとってもより自分ごとに近づいていくと思うんで、 そう、そうなっていく方がいいですね。ホームでの声ってどうですか、みんなの5、3人の方から見て。いやいや、もうそこはもう一番じゃないですか、一番重要なあの大事な要素だと思いますけど、やっぱりね、そのサポーターの方々の声が、まあ、選手の後押しになるので、やっぱり90分通して走り切るとかやり抜くっていうところに行くと、やっぱりね、あの何の応援もないスタジアムだとやっぱり選手たちって力入らないですよ。そういう意味では本当に相模スタの皆さんに一人でも多くの人に応援してもらいたいなというふうには思いますね。あとはこう緑のものをつけてスタジアムに来てほしいよね、それが本当に力、選手にとって力をねこう出すようなことがあるので、じゃあ今年クラブとしてはね、その相模スタ倍増計画の中でそのユニフォームの販売枚数というかね、あのどれぐらいの人に買ってもらえたかっていうのを大事な指標にしようと思ってて、なるほど、うん、やっぱそういうの大事かなと思いますし、もちろんファンクラブ会員とかもそうなんですけど、まあ、単純にその儲けがどうとかっていうことじゃなくて、やっぱりこのクラブと一緒にこう何ですかね、過ごしてもらえる人たちが増えることがやっぱり一番いいことだし、でそうすれば絶対街は活気づきますからね、そういうクラブでありたいなと思います。西田君、ホーム開幕戦はどのぐらい来場者数見込んでんの？5000人以上は。5000人以上、はい、やっぱ大きいゲームとか、うん、もっともっと。去年入った試合ってどのぐらい入ったの？去年やっぱ5000人届かなかったですからね。予選行った試合はないの？ないです。ないんだ。あ、それでもコロナ以降は最多だったんですけど、うん、あ、じゃあ一つ5000人っすね。ですね、うん、なんとか来てもらって一回見てもらって好きになってもらって、そこだね。一人でも多くのギヨンスの芝生に、そう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 、俺も芝生で応援しようかな今季は。いや、ぜひ、ね、一緒にサポーターと今年はねキッチンカーを回ってみたいんだよね。あ、俺ねあんま買ったことないの、はい、その自分スタジアムで、うん、なんかグルメもすごく評判がいいんでね、いつも西田さんすごい呼んでますよね。そうそうそう、すごいんですよ、うん、名物みたいな。あ、やっぱああいうとこで買って食べちゃいけないのかなみたいなのあるの、その関係者は僕たまに買いますよ、たまに割と毎試合なんか試しに
あるのよ、ちょっとすごいありますからね、20ぐらいあるから、あもう全試合1つずつ食べてるね。相模スタ目線でね、スタジアムを楽しむっていうのも一つだよね。今回テーブル席もできますからね。あ、本当、それあると全然違うよね。違いますね。お疲れ様です。今年からキャプテン頑張ります。どうですか、ここまでコンディションも含めてチームのキャプテンとしてどうですか。キャンプからすごく強度高く、うん、しっかりこう体を追い込んだトレーニングをこうしていただいて、ですごいいいことに怪我人も少なく、みんないい状態を作れていると思うので、開幕にはコンディショニング的にもすごくいい状態で臨めると思います。去年の夏から、ね、相模原に来て、相模原のイメージは地元だよね。はい、うん、自分が生まれ育った土地でもあるので、うん、こう帰ってきたなという、うん、いうか、すごくこうプロサッカー選手としてプレーさせていただく時間はすごく特別で貴重な時間ですけど、その中でこう地元でのクラブでプレーさせていただけるっていうのはさらに特別で貴重な時間だと思うので、チームの恩返し。何年か前に何回か誘ったことはあったんだけど来てくんなかったんだけど、そういうあれもあるよね。ご縁だと思って、あとタイミングとか契約とかだといつかはプレーできたらなとは思ってるんですけど、契約が残ってたりなど、いろんなこうタイミングがあったので、ぜひ今年は頑張ってください。ありがとうございます。最後に一言、相模スタの皆さんに、いつも応援ありがとうございます。昨年はたくさんの悔しい思いをさせてしまったと思うので、今年はたくさん笑顔にできるようにみんなで頑張っていきたいと思います。温かいサポートをいつもありがとうございます。今年も応援よろしくお願いいたします。ありがとう、頑張って期待します。来てもらいました戸田監督に、チーム主導してここまでどうですか。今週開幕どう見えますか。まあね、去年スタートして2年目、若干のやっぱ戸田のその経験というか、はい、ね、1年やっていいことも悪いこともいろいろ経験した中での、まあ、今年2年目のスタートだったと思うんだけど、はい、まあ、昨年とまあ比べてでもいいし、はい、うん、自分の中では、選手が昨シーズン、まあ、1年目の選手がすごく多かったんですけど、うんうん、それでもみんなよくその前を見て、ね、へこたれずに、うん、でベテラン選手も加わってくれて、うんうん、なんかプロフェッショナリズムみたいなことをもらって全員で乗り越えてきた感じがあるので、今年始まった時にまず感じたのはなんか2年目になった選手が特にプロっぽくなったなって、うん、なるほど、うん、まあ、たくましさも出てきたようには感じていて、で、まあ、だとは言ってもまだまだそのしっかり勝つっていうところまで持っていけるかは分かりませんし、ただせっかく一生懸命作った土台の部分が気持ちの部分と、もちろんフィジカルの部分も含めてあるので、でそこをしっかりプレーシーズンの中でもっともっとレベルを上げられるようにって取り組みを、まあ、してきたところで考えると、多少まだまだそのクオリティの部分でもっと上手くならなきゃなってのがあっても、まあ、しっかり戦えるようになってきているのは間違いないと思うので、あとはやっぱりできるだけ全員を一つの集団にできるようにチーム、はい、良いこの関係がリスペクトがある上でしっかりトレーニングから競争してもらって、うん、シーズンの中でも成長して、もともと良いチームになれるように。ぜひ戸田監督から今年の抱負を一言。はい、いやもうその僕らの立場で、ね、このカテゴリーにて上を目指さないなんていうのはありえないので、うんうんうん、だそれをどういうふうに選手に目指してもらえるかっていうところに、自分はいつも頭を使って心を置いてやってるんですけど、うん、やっぱり目指すっていう気持ちを個人としてしっかり持ってもらいながら、チームとしても昨シーズン以上のまずフットボールを展開して、もちろん苦しい試合も間違いなくありますけど、そういった中でもやっぱりしぶとく粘り強く最後まで全力つながって走って、やっぱ勝っていく試合を開幕から見せていきたいと思いますし、まずはしっかり上位に食らいついていくっていうか、まだその現状僕らが大きなことを言える立場は実はないので、うんうん、でも昨シーズンの中で得られたものは多いと思いますし、まずはしっかり上位に食らいついていって、その中でまた選手間違いなく成長できると思うので、うん、その上で最終的に目指すところまで持っていけたらなと
思っています。もう昨シーズンまで一生懸命応援してくれた人にまずは今年も一緒にっていうことを伝えつつ、まあ一人でもやっぱりそういう人を増やしたい。そうだね、うん、スタジアムに一人でも多く来てもらって、はい、選手チームを後押ししてもらえたら一番ベスト、はいはい、そのために選手は戦う、さっきね戸田監督が言った戦う姿勢を、まあ、サポーターに見せれたら、はいはい、まあ、本当にこう信頼関係等々がこう生まれてくると思うんで、ぜひそこを期待してます、はい、頑張ってください、はい、話聞いたらなんかそのなんか GPS つけてあれもすごくいいらしいじゃん、運動量というか。あ、そうです。まあ、走る量だけじゃなくて、うん、その補強ですか、うん、ペースをかかって変えて走れる部分が必要なんで。しげさん、お疲れ様でした。お疲れさんでした。いや、トレーニング見てどうでした、しげさん。そうですね、まあ、あの昨年と比べて非常にこうチームの空気感っていうのはいいと思うし、うん、本当にこう開幕スタートから期待していきたいと思いますし、まあ、ファン目線相模スターの方々からするとやっぱり勝つ試合を見たいですよね。僕もそうですけど、ぜひそのためにみんなで応援しましょう。3月2日、じゃあ1万人目指しますか。頑張りましょう。頑張りましょう、はい、では今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。また